やあどうも、パチプロマリサだぜ。今回は、ジャグラーでお得に打てる方法を教えるぞ。通称ブドウ抜きというやつだ。ブドウ抜きという言葉だけ知っている方は多いと思うけど、やり方はよく知らないという人は少なくないと思う。これを知っているだけで長期的にすごい金額を、捨てずに受け取ることができるので、ジャグラーを設定狙いする人や、よく遊んだりする人は、必ず覚えていってくれ。まず、この打ち方は、ペカッてから始まるぞ。今のお汁が出てしまったみんなごめんな。ペカッた状態、つまりは台の7を揃える前の状態だ。この状態で、1枚掛けで7を狙うときにやる技だぞ。先ペカの場合は、ブドウの可能性がないので、そのまま揃えた方がお得だ。とりあえず1枚掛けのときにやるものと覚えておいてくれ。ここからはやり方だ。まず1枚掛けで中押しをする。このとき狙う場所は、上中段に赤7を狙うぞ。この時に止まる出目は、3パターン。まあ上段中段下段の3種類だな。まずは上段から順番に説明していくぞ。上段に止まった場合は、目押しが正確なら、ブドウカッコチェリー成立の濃厚だ。この場合は左リールにバーを狙いブドウをフォローだ。この出目が一番わかりやすいが、目押しが正確ではない場合は、揃わないこともあるんだ。それでもこの出目で止まった場合は、積極的に外そう。次に中段赤7に止まった場合だ。この場合は、ブドウ成立の可能性があるぞ。まず、中段に止まったら必ず左の上段に赤7を狙うんだ。いいか右を押したらダメだぞ。左の上段に赤7が止まった場合はブドウ成立の濃厚だ。まあこういう出目だ。こうなったら右に赤7バーを外して、意図的にボーナス入賞を防ぐんだ。なぜそうしないといけないかについては、この後に説明するぞ。ボーナスを上手に外せるとブドウが揃いメダルが出るぞ。次は下段に止まった場合だ。この場合は、成立役はリプレイのみなので、そのまま7を揃えてくれ。やり方はこれだけで覚えるパターンは3パターンだ。上段と中段は気をつけて下段は揃える。そうやって覚えてくれ。ここからは、なぜこの押し方じゃないといけないのかを、説明していくぞ。なぜこんなめんどくさいことをしないといけないかというと、1枚掛けでレバーを叩いた瞬間にも、子役の抽選をしているんだ。この子役カッコブドウが成立していた時に、7を揃えてボーナスを入賞させると、この子役はなかったことになってしまうんだ。これをボーナス優先制御と言うんだが、つまり子役よりボーナスが揃うことが優先されるということだ。この子役を察知するためにこの打ち方をしないといけないんだ。みんなが今まで適当に揃えてた1枚掛けも、ミノルは15枚の払い出しがあったかもしれない。14枚 ×20 円で約280円のチャンスを捨てることになる。一撃ジュース2本だ。もったいないよな。ぜひこの動画を見て知らなかったみんなは、これからは絶対に気をつけてブドウを抜いていこう。もし目押しに自信がないよって人も、安心してくれ。これはやるだけで価値がある行為だ。それにやればやるほど精度は上がるから、ぜひ気軽に挑戦してくれよな。わからないことや質問があれば気軽にコメントしてくれよな。今回はここまでだ。ご視聴ありがとうございました。ここまで見てくれた君のために、もう一度脳汁を出させてあげよう。